中国イコールパキスタン国境、または中派国境は中華人民共和国とパキスタンとの間の国境である。西はアフガニスタンとの三国国境に始まり、カラコルム山脈を通ってインドとの紛争地域であるシアチェン氷河付近の国境まで東西に伸びる。延長は5 9 2トルである。国境が接する自治体はパキスタン側が ギルニット・バルティスタン州のフンザ県、シガール県、ガンチェ県、中国側が、新疆ウイグル自治区カシュガル地区のタシクルガンタジク自治県とカルギリク県である。世界第2位の広報系通は、中国イコールパキスタン国境上にある。現代の国境は、イギリスがインドを支配していた、イギリス領インド帝国時代に遡る。当時、パキスタンは、その一部だった。 1899年、イギリスは北京駐在公使、クロード・マクドナルドを介して、イギリス領インドとの国境線を中国政府に提案したが、中国側がこの提案に応じなかったため、これは正式な国境にはならなかった。その後数十年の間に、紛争の当事者から様々な地図が発行されており、国境線が境界線が大きく変化していることを示している。 1947年にイギリス領インド帝国からインド連邦とパキスタンが分離独立した際に中国との国境紛争はそのまま引き継がれさらにインパカンのジャンウィカシュミールの領有権をめぐる紛争によってさらに複雑化した1960年代初頭カシュミールをめぐるインパカンの紛争の解決が進まない間にチベットにおける中国の存在感が 大幅に拡大し、1962年の中印国境紛争により、インドが支配していた悪チンの支配権を中国が掌握した。それに伴い、中国とパキスタンとの国境問題も表面化した。1961年、中国とパキスタンは国境を明確に確定することで原則的に合意した。翌年から交渉が開始され、1963年に、 中国パキスタン国境協定が調印された。協定では双方が譲歩し、パキスタンは中国にカラコルム回路を割譲した。この条約の批准後、航空測量と地図の作成が行われ、境界柱が設置された。国境の位置は1963年の中国パキスタン国境協定第2条で次のように規定されている。国境線は、 標高5630メートルの北西端から始まり、タリム川水系のタシクルガン川の支流と、インダス川水系のフンザ川の支流との間の主な流域に沿って、おおむね等身し、その後、南東に向かっている。キリクダバーン、ミンタカダバーン、カルチャナイダバーン、クテジルガダバーン、パルピック峠を経て、クンジュラブダバーンに到達する。国境線は、 クンジュラブダバンを通過した後、上記の主要流域に沿っておおむね南下し、ダバンの南側の山頂まで進み、そこから主要流域を離れておおむね南東方向に、横たわる市脈の両線に沿って進む。これは、秋汁河川,川とタグダン橋と、ケリマンスーの間の流域である。中国側の地図によると、国境線は、この市脈の南東端を離れた後、 ケリマンス川側の中流域の一部を走ってケレチン側との合流点に達する。パキスタン側の地図によると、国境線はこの市脈の南東端を離れた後、シャクスガム側の急なカーブに達する。国境線は前述の地点からケレチン側をその川床の中流線に沿ってソルブラクダリアとの合流点まで遡上する。中国側の地図によると、 国境線は前日の二つの川の合流点から、新脈の両線を登り、それに沿って走り、山の頂上で、カラコルム山脈の主脈に合流する。この地図では、この山は勝負ユロック3に属していると示されている。パキスタン側の地図によると、国境線は、上記の二つの川の合流点から、対応する新脈の両線を登り、それに沿って走り、 高さ6520メートルを通過して、頂上でカラコルム山脈の主脈に合流する。そこから国境線は、おおむね南に向かって、そして東に向かって走り、東のムスターグ峠を通過して、タリム川水系とインダス川水系統を分離するカラコルム山脈の主脈に沿っている。チョグリボンの頂上、ブロードピークの頂上、ガッシャーブルムミネの頂上、インディラコリ峠、 テラム管理峰の頂上を経て、カラコルム峠で東南端に達する。中国とパキスタンの国境上にあるクンジュラブ峠パキスタンは、中国と国境を接するラダックのインド支配地域の領有権を主張している。パキスタン政府が使用している地図は、ラダックにおける中国との境界を国境未定義と中期しており、その状態はカシミール紛争が解決した後、 関係する主権当局によって正式化されるだろうとしている。逆に、中パ国境を協定で規定された中国とパキスタンの国境をインド政府は認めていない。インドはかつてのジャンムカシュミール半王国の領土全域の領有を主張しているため、インドの主張に従えば、パキスタンと中国は国境を接しておらず、インドはアフガニスタンと国境を接することになる。 インドは1963年の中パ国境、協定やカラコルム回廊の中国への割譲の合法性を認めていないが、中国とインドの国境もまた紛争状態にあるため、状況はさらに複雑になっている。1984年、インドはカシミール地方の国境を未解決のシアチェン氷河に軍隊を移動させ始め、中国、インドパキスタンの三国間の事実上の国境線を、 変更した。1963年の中パ国境協定第6条では、カシミール問題が解決された場合には、中国、パキスタン国境の再交渉を行うと規定している。しかし、インドと中国との関係は冷え切ったままであり、インドとパキスタンとも敵対関係にあるため、この国境問題がすぐに解決するとは考えにくい。クンジュラブ峠が、 中国イコールパキスタン国境の唯一の通過点であり、カラコルムハイウェイが通過している。歴史的には、ミンタカ峠やキリク峠も使用されてきたが、これらの峠には車でアクセスすることができず、閉鎖されている。CIA ワールドファクトブックパキスタン。2020年11月17日閲覧。可能上外境可能上人民政府も、 2019年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月17日閲覧。よともえはじめかく、ひろし、しるしひかえ、かつじゅうべえ、ちくせつじょう、ざかい80をのくり。はっと ABCDEF、インターナショナルバウンダリースタディーナンバー85、チャイナ、パキスタンバウンダリー。2020年11月17日閲覧。 パーラシャー、サチン、パキスタンマップクレイムス J&K、ラダク、パーツオブグジャラト、インディアコールズイット、ポリティカルアブサーデティ。タイムズオブインディア、https、タイムソフィンア、インダタイムズドットコム、インディア、パキスタンマップクレイムス JK ラダクパーツオブグジャラとインディアコールズイットポリティカルアブサーデティタイムズオブインディア h t t p s タイムソフィンアインダタイムズドットコムインディアパキスタンマップクレイムス j k ラダクパーツオブグギインディアコールズイット、ポリティカルアブサーデティ、アーティコルショウ 77361760CMS2020 年11月17日閲覧。セディッキー、ナビド、インランドマークムーブ、PM イムラン・アンベイルズ・ニューポリティカル、マップ・オブ・パキスタン。ドーン、https コロンスラッシュスラッシュ www.done.com スラッシュニューススラッシュ15725902020年11月17日閲覧。 インディア、チャイナボーダーディスピュート。GLOBALSECURITY.org。二千二十年十一月十七日。閲覧。ソコン、ホワイル・ザ・バトル・コンティニューズ・ツー・レイジ。ノー・セトルメント・イズ・イン・サイト。二千二十年十一月十七日。閲覧。プリビン・ダス・ブリッシュ・オン・ソコン。ザ・クレスト・エディション。二千十四年二月二十二日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2020年11月17日閲覧。キャロバニスタンパキスタンボーダークロッシングズ。2020年11月17日閲覧。ありがとうございます。